はい、皆さんこんばんは。無印本命夢を叶える毛の薄井まさみでございます。はい、いろいろ騒動があってですね、僕の本の出版をね危ぶむ声もいただいているんですけれども、はい、とりあえず元武田塾、武田塾じゃないか、エイバーの社長の、林社長ですね、林直弘さんからは1月の17日だったかな、入金いただいてますので、これで虎さん3人たちから、100万円、振り込まれておりまして、すで、に、出版社の方にもですね、はい、入金も完了しておりますのでね、まあ、今の段階では僕的には全然普通に出版できるのかなと、うん、だからお金とか虎さんたちというよりかは原稿が出来上がるかどうかというところで、まあ、今回強調なのでね、まあ、だいぶ集まってるんですけど、あと1人ぐらいかな、1人か2人ぐらい、うん、なんかいろいろあってまだ原稿が届いてない人がいたりとか、あとはあれですね、林社長が推薦する無印本命とか、その辺の推薦とかもいただけるのかなと思ってたりとか、トモハッピーさんはね、なんかまあこういう状況なんで、推薦は辞退したいということを言われたんですけど、普通にね動画を上げてはりますし、うん、はい、まあ僕の原稿をね、皆さん期待されてる方もいるかもしれませんけど、まあ喋るのとね書くのはだいぶ違うので、あんま笑いの要素はないかもしれないなというところですね。で、もうほぼ僕の原稿は出来上がっててですね、まあ、付け加えたとこというならば、その林社長のところに括弧当時とかねいう感じで括弧つけたりとか、そんな感じですから、まあ、4月ぐらいには発売できるんじゃないかなと前向きに考えておりますので、ね、こうご期待